皆さんこんにちは、女優棋士の香川真央です。彩子です。今日はついに真央さんの恋愛トークをしていきたいと思います。わー、わー、あれちょっと控えめじゃん。いや、元気だなって。ついに本当にやるの？やるよ。前の動画でね、恋バナは友達とも家族とも、もうそれこそ彩子とか長年の付き合いの人とでもしたことないよなみたいな話もあって、で、まあ、1本ぐらい撮るかみたいな話してたとは思うんですけど、現地撮りましたからね。こんなすぐやる？大丈夫そう？事前に視聴者さんから質問もね、たくさんいただいてましたので、うん、聞いていきたいと思います。緊張する。はい、それでは、ちょっとどんな動画になるかわからないんですが、どうぞよろしくお願いします。お願いします。よし、やりますか。やりましょう。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お手柔らかに。じゃあまず真央さんのズバリタイプは？出た、その定番質問。もう恋バナの定石ですよね、うん、これぐらいは用意しとかないといけないですよね、本当は。そうだよ。好きなタイプ、早子だったらなんて答える？え、来た、こっちに来た。困ったら振るやつ。やだな。私はもうそれを優しい人とか。あ、定番だね、うん、それも、うん、26、84みたいなね。あ、なるほど。ちょっと待って。どういうこと？これ共通かもしれないけど、うん、頭の回転が速い人。あ、会話のペースが合うとかね、確かにあるかもしれない、うん、なんだろうね。好きな声の人がいいのかな、分かんないけど。めっちゃでも分かるし、いい声の人めっちゃ好き。あ、そうなんや、うん、どんな声が好きか分かんないんだけど、好きな人って多分さ、ずっと一緒にいたいって思う人じゃない、うんうん、だからずっと一緒にいるってことは声をたくさん聞くってことやと思うから、うんうん、声が好きな人かなってなんとなく思ってます。なるほど、うん、へえ。でもその例えば低音が好きとか、うんうん、すごい高い声が好きみたいなのは特に具体的にはないんだけど、多分自分の中で無意識に重視してそうな気はする、うん、なるほど。なんでいい？あ、いいんじゃない？なんか探り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 、慣れてませんからね、まだね、うん、あとなんだろう、尊敬できる人とか、どういうところをとかは今思い浮かんでないんですけど、すごいなとか見習いたいなみたいなところがないとやっぱり一緒にいたいとかなかなかなんないかな、うん、確かにそうだね。ちょっと合ってるかな。合ってると思う。うん、じゃあこんな感じで、じゃあ次の質問お願いします。はい。じゃあやっぱりこう気になるなっていうのは初恋について。初恋はですね、はい、これは小学校5、6年の時なんですけど、うんうん、これは実は時々言ってるんですが、初恋はシャーロック・ホームズなんですよ。そう、なんと。恋愛とか子供の時から興味そこまでない子供時代だったんですね。なんだけど、多分名探偵コナンの影響だと思うんですけど、図書館にあったシャーロック・ホームズのハードカバーを初めて読んだ瞬間に、うん、もうなんかすっごい衝撃を受けて、何この人めちゃくちゃかっこいいんだけど、とすごい、もうなんだろうな、あの時の衝撃今でも忘れられないんですけど。え、それは何、美女が良かったのか、なんだろう、話し方なのか。もう全部、本当にその佇まいもそうだし、うんうん、あのまあ、雰囲気、言葉回し、そしてあの事件をさ、鮮やかにこう解いていくっていう、あの全てがめちゃくちゃかっこいいだと思って、恋してる乙女の顔や。いや、そうなんだ。あれを初恋と呼ばずして何と言うっていうのが、そう、シャーロック・ホームズだったな。なるほど。当時さ、推しって言葉もなかったじゃない。確かに。だからもう私はもう本当ホームズに恋してるなって思ってたと思う。わあ、素敵。そうなんだ。え、じゃあそれから、まあ、20代になってから、例えばなんかこう一目惚れとか運命的な出会いとか、なんか素敵だなみたいな風に思う人とか。一目惚れはないと思うな。あ、そうなんだ。例えばテレビ番組とか出させてもらって有名なタレントさんとかお会いしたりもするけど、うんうん、なんか別世界のすごい人だなって思うけど、うんうん、なんか、あ、付き合いたいとかはなんない。あ、そうなんだ、うん、そっかそっか。あ、そうだね。一目惚れとかある？でも、ね、こう、あ、聞いておきながら私もないかもしれない。中身を知っていて、あ、この人こんないいところあるんだとかね、そういう時の方がなんかこう、うん、こ
心が近づいてる感じ。わかるわかる。その恋愛に限らない話だと思うんですけど。確かに確かに。なんかそれっぽくなってきた。なるほど、そっか。あとなんて運命か。あ、そうね、運命。なんか運命のって言ってる。運命と回し。やっぱこのシャーロック・ホームズ愛限定ね。戻ってきましたね。ルーレットですね。まあ、あったら素敵だけどね。そうね。うん。ぐらいかな。ああ、そっか。次行こう、次。次行こうか。まあ、好きな人とかと一緒に、まあ、行きたいところ、こういうところ出かけてみたいなっていうなんか理想のデート、理想のデート、うん、聞かせて聞かせて。何もしないみたいな、逆にユニバのコナンの脱出とか行ったら絶対楽しいと思うんですけど、私も結構やっぱ仕事で喋る機会がすごく多いんですけど、実際はそのめちゃくちゃおしゃべりっていうか結構静かにしてたいみたいな時もあるタイプなのよ。なるほど。そうだから喋らなくても、あ、喋んなきゃってなんないし、思いついて好きなこと話したい時だけ話すみたいな静かなデートとか、なんか憧れるかもしれない。全然経験ないけど。あ、なるほどなるほど。なんとなくさ、あの友達と遊びに行く時でもさ、楽しませたいとかこう頑張らなきゃみたいな、なることが多いから、なるほど、そういうのないのは憧れるかもしれない。なるほど。こう気を使わずにもうそばにいてリラックス、お互いにできるみたいな。なんか逆に難しいだろうけどね。いやでもそれができたらね。そう、そういうのができる関係とかは憧れてるかもしれない。かな。いや素敵。やっぱり落ち着く人とね、やっぱり長く一緒にいるんだったらね。そうやね。意外と大人しめやからね。そうね。お出かけついでに、新婚旅行、話は飛んじゃうんですけれど、なんかそういうところで、ね、なんかどこに行きたいとか。あやこと今喋ってるからってあるかもしれないんですけど、まあ、パリとか素敵だよね。いいよね、行きたいね。そう、ただヨーロッパって飛行機も長いじゃないですか、ね、だから海外行ったことないですみたいな人だと恋人関係なく大変じゃん。確かに。体調崩すとかさ、12、3時間とかね。そう思うから、そういう感じかもと思ったら無難に国内とかにしちゃうかも。国内旅行の新婚旅行って定番どことかの？沖縄とか。ああ、そうだね、沖縄とか離島とかかな。ああ、島ね。ああ、そうそう、島。どこがいいかな。あれかも、結婚願望とか少ないからかもしれないけど、新婚旅行っていう枠自体では憧れとかないかもしれない。ああ、そうなんだ。なんかよくみんな言うじゃない、ハネムーンとこがいいとか。思ったことない。ああ、そっかそっか。海外よく行くからかもしれない、ね、あ、そうだね。なんかやっぱそういう機会があったからこそ。だからじゃあ2人とも行ったことないところだな。ああ確かに。あ、新しいところね。なんかこんなもんかじゃない方が、それはいいかもしれない。確かに確かに、驚きとかね、新鮮味があった方がお互い楽しめる。自分の恋愛スタイルは居飛車党ですか、それとも振り飛車党ですか？一応あやこに説明すると、まず勝利ってあの飛車の場所で戦法が変わって、そのままの場所だと居飛車で、場所を変えるっていうのを振るっていうんですけど、飛車を振る、これ振り飛車っていうんですね。5年前の久川真奈女流三段100の質問っていう動画でね、そこでまさに同じ質問があって、その時は、まあ、振る側かなって答えてるんですけど、まあ、今も振る側なのかな、あんまり多くは語りませんが。あ、なるほど、気になっちゃうな。馬かな。将棋に詳しくない男性にも希望は残っていますか？お、なんかすごい聞き方だすごい聞き方だな。要するに好きな人に将棋の強さを求めるかってことだよね、多分。そういうことですね。まあそれはでもどっちでもいいかな、全然詳しくなくてもいいかなって思いますけどね。でも確かに自分より将棋強い人がいいっていう子もいると思うんですけど、あ、実際あの棋士の先生とね、結婚された女流棋士の方とかも、まあ、結構いるんですけど、私はそんなに考えたことないかな、それは。あ、でも全然将棋の強さはいいんですけど、将棋とかプロ棋士とかすごく特殊な世界なので、興味持ってくれなくてもいいけど、あの自分がしてる仕事とか自分のいる業界のことを尊重してもらえたらそれでいいかな。恋愛も将棋のように先を読んでしまうことがあるのでしょうか？読めないでしょ、わかんないけど。そのことは無理だよ。いやいや、でも35手先をね、読まない、読まない無理でしょう。もう読めないから面白いんでしょ。確かにね。
対局で負けてしまった時にどう接してほしいか、うん、あ難しいね、難しい難しいよ絶対。同僚のさ先輩とか友人とかでもさ、大事な一局負けた直後会う時とかあったらなんて声かけようがすごい悩むね、うん、そうだよね、うん、でましてそのファンの皆さんとかって将棋のプロじゃないから、うん、なんか言ったら逆に傷つけちゃうかなとかさ、うん、そうだよね絶対悩むもんね、うん、もしかしたら慰められても嫌だって思っちゃう時もあるかもしれないし、放っておかれても何かしてほしいなって思う可能性はあるけど、うんうん、自分のこと考えて何かしてもらったら絶対それには落ち着いたら気がつけると思うから、うんうんうん、それなりに考えてそれなりに接してほしいかな、うん、と負けちゃった時ってすごい心が乱れてるし、うんうん、ちょっといつも以上にこうちょっと過敏になるというかね、そうだね、そうだね、うん、だから私もちょっと何がいいとか言えないんですけど、うん、でも本当ツイッターとかでも皆さんからいただくリプとかすごく励みになるので、うん、なんかそういう温かい気持ちで接してもらえたらいいかな、いやよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マナオさんはコナンではどの二人組が推しですか？でもさ、この映画見ちゃったからさ、やっぱ平次とかさ、その今のタイミング二人ともお互いのこと好きなんだよね。なんだけどちょっとうまく気持ちの伝えられないこう不器用な感じとかさ、あれがすごい応援したくなっちゃうかなって思ってて、うん、こんな二人とも好きでもこんな難しいんだから、それは私なんかうまくいくわけないそんなことないよ思っちゃうよ、うん、恋愛って難しいよね。そうだね、うん、ここまではちょっとね恋愛のターンだったんですけれども、うん、次は、まあ、結婚と考えた時に年齢的にねね、ちょっとリアルになってきましたね。考えていかないといけない年頃になってきましたね我々もね、うん、相手に求めるものはズバリ、いやでもそもそもさ結婚したいってあんまり思ったことないんですよね。うん、ある私もないんだよね実は。なさそうだよね、うん、そう普通だったらここで、ないのって飛んできそうだけど来ないところから見てもだから一緒に入れるっていうのもあるから感覚が、そうそうそう、あの、うん、結婚を否定してるわけじゃないの、てかむしろ結婚した方とか それこそ知り合い同士で結婚したりするともうめちゃくちゃ嬉しくて、うん、本当にすごいってこう尊敬するし、まあ、そういう意味では憧れてないことはないんですけど、私結婚できないよなみたいな先行しちゃってて、いやそうなんですよ、あの YouTube ライブしてる時に私と結婚すると大変だと思うけどなみたいなこと私がボソッと言ったのね、うん、それがなんかちょっと多分みんな面白がってなんでそう思ってるのかなっていうのでこういう話聞いてみたいっていう、そういう流れもあったんですよ。なるほど。例えば素敵なお嫁さんになりたいなのか、逆にこう自分はバリバリ働いて旦那さんにお家のことで頑張ってほしいとかさ、そういうのがあったらさ多分、うん、いわゆる理想の結婚とか結婚相手に求める何かがあるじゃん、うんうん、料理ができる人とかがないからどうしようって思どうしようないって言い過ぎちゃうのもあれなんだけど、なんかでもさ難しいよね。いや難しいよでもこんな私でも結婚とかしたいなって思える人がいたらすごい幸せなことだなと思いますけど、うん、結婚できると思う？だから結婚すると思う？しそう？どうだろうなんかコロッとしそうな感じもする。コロッとしそうリアルだね本当に返しリアルだね。なんでダメリアルしか見てない。指さしちゃったよ決めたらするし、なんだろう目的すごいはっきりしてそう、あなんかなんとなくはしない。よくわかってるよく分かってるよね、びっくりするわ、うんあのだからあれがない、あの何歳までに結婚したいとか、うん、何歳までに子供を産みたいとか思ったことがないから、あなるほどね、そう、うん、今でも綾子の目的がっていうのすごい刺さった。あ、刺さった、うん、絶対そうやわ一緒にいるなんかこう具体的にね、なんか自信がないと選ばないんだろうね。うん、そうなんだけど、うんうん、深いわ。深いね深いねこの話なんかさ、うん、結構面白いねこれ。意外と面白いよこれ。ほら意外と楽しい。第2弾も求めてるから。本当かよ、まあ、とりあえず次行く。あ、次、あ、オッケー。まあ、どういうプロポーズをされてみたいですかという。でもプロポーズさ、うん、してみたくない。あ、ちょっとわかる。
普段から割といろんなことでこうじっとできないタイプというか、つい行動しちゃう方なんですよ、好きなこととかは。だからそんなに大事な人とかだったらなんかしてみたい、うん、何したいとかないけど。おー、新しい、斬新だな。なかなかないじゃないですか、そういう。やっぱそうなのかな、うん、男性がってのが多そうだよね。うん、まあ質問的にはね、多そうですよね。ちなみになんかしてもいただけるんだったら、よっぽどのことじゃなかったら嬉しいんじゃないかな。そんなことないかな。やっぱ嫌なのもあるのかな。どうなんだろう。大勢の前でなんかされるのが得意不得意とか。そっか、あ、確かにそれはちょっと苦手かもしれない。人多いの苦手だから。うん、何でもいいから二人きりの方がいいかもしれない。ああ、なるほど。うん、緊張しちゃう人がいると。確かに確かに。あの、全然でもプロポーズ以外でもそうですけどはい、結婚してる方もさ、いると思うから、皆さんのプロポーズも参考にしたいよね。確かに、うん、ちょっとなんかそれは聞いてみたいかも、うんうん、あの、皆さんよかったら理想のプロポーズコメント欄でね、教えてください。おお、うん、でもさ、プロポーズされたくないって男の人もいるか分かんないし。あ、プライド的に。うわ、そっか、私たちガが強いから女子の中でも推しが強いからやっぱされたくないかな。ちょっとそれも聞いてみたい。いや、確かに男性陣としてどうなのかっていうね、うん。あ、じゃあ、はいはいはい、はい、はい、私が聞いてみたいの。はい、何でしょう。好みのタイプとかいろいろ言いましたけど、だから私が実際その付き合いそうな人とか、こう、こういう人と結婚しそうみたいなのってなんかあったりする？あ、これ自分じゃ分かんないからさ。確かに、私が彼氏だったらみたいな立場ですか、うん、考えれないです。なんかキュンとしちゃう合いそうなのはやっぱりなんかマナーのことを理解してくれるっていうところが前提、うん、取り扱い注意。そう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 。ちょっとね、振り回されてももうそれもなんかそれも含めて可愛いみたいな、なんかそういう風にね、愛してくれる人で、マナーのペースとか段取りとかが、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、あの、彼女めちゃめちゃいろいろなこと考えてるので、まあ、それをまず尊重するっていうところですかね。しっかりしてるからこそのそこを理解した上で、でもそれで突っ走っちゃうと決まるから、あ、ちょっとそこは違うよっていう、そこもなんか言ってくれる人。もうめちゃくちゃ私の解像度がさ高いよね今さらだけど改めて本当にすごい、うん、確かにそうや、うん、そういう人はすごく合いそうだなっていう。私って多分すっごい強いところとあんま見せないけど弱いところがあると思うから、まあどっちもだよね多分、うんうん、バランス悪い人間だからもう分かってもらわないと多分大変になっちゃう。ええ、なんかよろしくお願いします。ありがとうございますこんぐらいかな。まあ、めっちゃいっぱい話したね。話したね。めっちゃ話したはい、ということで女流棋士香川のチャンネル、おそらく初の恋バナをやってまいりました。あやこを一緒に話してくれてありがとう。視聴者の皆様もたくさんのコメントありがとうございました。意外と楽しかったかなって今は思ってます。なんかね、自分のこと考えたりとかなかなかないので、貴重な経験をさせていただきました。やるかわかんないですけど、まあ、もっとこういうことも気になるなとかありましたらコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたらぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。慣れないことをすると疲れる。いや、疲れる。なんかめっちゃ汗かいて汗かいた。編集とかできるはずなのになんかちょっと、ね、緊張しちゃうよね。緊張した。うん。いいんじゃない？なんか女の子たちってさ、うん、毎回これ集まるためにやるんでしょ？よくやるよね。よ集まるもんよ。だって私はあんまりそういうのしないタイプだから。すごいね。うん、体力あるね。ね。